暗くとても寒い空間。ここには酸素も水もありません。生命すらも。しかしジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はそんなことも意に介さず、何十億年前に宇宙が生まれた当時の最初の銀河を探し続けています。その任務は、おや、今のは何でしょう。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が面白いものを発見したようです。恒星と惑星の間の存在、それは非常に奇妙な雲をまとっています。この不思議な天体 VHS-1256B は褐色矮星と呼ばれる存在。惑星よりは大きいものの、恒星にはなりきれていない天体です。ある程度の光を発し、温度は高いものの、フルサイズの恒星のような水素をヘリウムに融合させられるだけの圧力は持っていません。このような天体は実際に褐色をしているわけではありません。様々な色をしていると思われていますが、そのほとんどが人間の目では見ることができないのです。唯一見えるものといえば、それが生み出す光。人間にとってその光は褐色やマゼンタに見えます。その褐色矮星は木星の20倍の大きさ、2つの赤色矮星を公転しており、公転周期はなんと1億7000万年です。この珍しい天体が発見されたのは2016年のこと。当時この星は褐色矮星に分類されてはいませんでした。そのためなぜか赤く光る惑星と考えられていたのです。しかしジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のおかげで、今ではその正体がはっきりと分かっています。さて、この星の雲についてお話ししましょう。地球の雲は主に水蒸気でできています。しかし褐色矮星の雲は違っており、砂でできています。その見た目は地球のものによく似ていますが、実際には違っています。雲を構成しているのは非常に小さい計算円の粒子。かねてより仮説上で地球外惑星に存在すると言われていた雲です。この雲の存在をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が初めて確認したのです。計算円の粒子は石英、あるいはその他の鉱物である可能性が高く、大きさは1ミクロン以下。1ミクロンとは1ミリの1000分の1です。つまり実際のこの雲は人間にとってはスモッグのようにしか見えません。この惑星には水とメタン、その他の物質、鉱物を含む大気があると考えられています。そして面白いことに、この大気は組成が安定していません。常に激しく変化しているのです。またさらに驚くべきことに、ここでは二酸化炭素が発見されています。太陽系外で二酸化炭素が発見されたのはこれが2例目となります。ちなみにこの砂の雲が渦巻く褐色矮星を発見したジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は非常に素晴らしい装置で、ハッブル宇宙望遠鏡の100倍の性能を誇ります。3階建てのビルほどの高さとテニスコート程度の広さしか持たないにもかかわらず、そのミラーは人類史上最も軽いものとなっています。製造過程で完成したこの18枚のミラーのおかげで、宇宙望遠鏡の質量は 92% が削減されることとなりました。それぞれのミラーの重さはたった 20kg しかありません。宇宙望遠鏡のミラーは金色をしていますが、その素材はベリリウム、鋼のような銀色で軽く脆い金属です。それぞれのミラーには金のコーティングが施されていますが、全体を金で作るとちょっとした温度変化によって膨張率の問題を引き起こすため、それができません。そのため宇宙望遠鏡全体に使用されている金は 60g 以下となっています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の望遠鏡側は常に冷やされた状態にあり、温度はマイナス223度以上になりません。この温度は窒素が液体になるほどの冷たさです。5層の巨大なサンシールドが周囲に広がり、可能な限りの太陽光を反射します。こうして装置の加熱を防いでいるのです。宇宙望遠鏡は地球の自転速度で弾みをつけるため、赤道から打ち上げられました。これによってより強い力でロケットを大気圏外に押し出すことができるのです。宇宙望遠鏡は地球からさらに160万キロ離れた場所で太陽を公転しています。燃料が切れた場合、この宇宙望遠鏡は太陽をひたすら回り続けることになります。
しかしアップグレードの余地を残した設計にはなっていないものの、ロボットの力を使えば燃料の再補給は可能となるかもしれません。するとさらに長期間この装置を使用することができるようになります。さて、今回の褐色矮星以外にも不思議な地球外惑星は多数発見されています。では息を呑むような天体の世界へお連れしましょう。こちらの惑星はまるで別世界、美しいマゼンタ色をしています。場所は乙女座、惑星の名前はグリーゼ 504b です。主星との距離は太陽から木星までの距離の9倍、比較的最近生まれた惑星でまだ熱を持っているため輝いています。表面がピンク色に見えているのはそれが理由です。現在知られている中で最古の惑星は127億歳、地球のほぼ3倍の年齢です。この原初の惑星はビッグバンから数えてたった10億年で生まれたということになります。あまりにも古い惑星であるため、その主星はもう白色矮星と秒間100回転するパルサーに変化してしまいました。この惑星の日の出はさぞかし眩しいでしょう。さて、太陽から数えてたった20光年、宇宙のスケールで見るとかなり近い場所を自由浮遊惑星が移動しています。この惑星は恒星を公転していませんが、非常に強力な磁場を持っています。その強さは地球の400万倍、そのため非常に美しいオーロラを多数生み出しています。この天体が2016年に発見された時、天文学者たちはこれを褐色矮星と間違えていました。しかし後にこの天体が褐色矮星と呼べるほど大きくないことが分かったのです。それでも比較的大きいことは間違いありません。太陽系最大の惑星木星の 1.2 倍の大きさで、質量はその12倍です。天文学者は惑星の強力な磁場がオーロラの原因となっていると考えていますが、それ以上に興味深いのがその生まれ方、地球のものとは違っているのです。これはこの惑星の衛星が原因の一つとなっているためだと考えられています。お次の地球外惑星は唯一無二、スーパーサターンと呼ばれる惑星です。 J1407b は巨大な輪を持った惑星、その大きさは土星のものの640倍です。この不思議な惑星は土星に似た輪を持つ他で唯一の惑星です。この惑星を太陽系の土星の位置に持ってきたとすると、その輪は満月の何倍もの大きさに見えるはずです。地球外惑星 WASP-12b は主星からやってくる光を食らう惑星、人類が知る限り最も暗い天体の一つでもあります。この惑星の昼の面は主星からやってくる光を反射せず、むしろ吸収します。大きな卵型をしており、大きさは木星の2倍、大気に到達する光の 94% を閉じ込めます。この惑星の表面温度が2500度に達するのもうなずけますね。一方、夜の面は昼の面ほど暑くはなく、たったの1200度。この温度差によって惑星の表面には水蒸気と雲が立ち込めており、これらの物質の渦が時折加熱された大気から主星めがけて打ち出されます。それは驚くべき光景です。2017年に発見されたケルト 9b は最も熱い太陽系外惑星、その温度は4300度に達します。太陽の表面温度は5500度。この惑星が非常に熱い理由は主星ケルト9に非常に近いから。この恒星は太陽よりもずっと熱く大きな天体です。やがてはこの主星が惑星ケルト 9b を蒸発させてしまうのではないかと考えられています。